おはようございますお寺の朝から始まる安養な生活あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト今週は京都市右京区妙心寺達中春光院副住職川上善流さんですトークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします このラジオはノートマガジン「松本昇敬の北条庵」よりお送りします。 ございますはい、えー、今週はあ川上善龍さんタカさんのお,とおしゃべりをしてきましたが、まあ、今日が最後ということではい最後ですあっという間ですうんなんか思いがけず、えー、タカさんのね最近のアップデートを掘っていったら たりき化しているっていう、うん、そうねそのたりきを勘違いしている人も多いんじゃないかっていうね、うんうん、思われるっていうことですけどそこのとこどうですかのえっとそうですねまあもちろんその「たりき」といえば「たりき本願」という言葉がまあ思い出され、うんうん えー、今では辞書を引いてもむしろ一番にその俗説的な意味合い他人の力をあてにするなんかまあ <laughs> ね、えー、他人頼みにするっていう意味が出てきちゃうけど、うん、本来は、えー、他力も、えー、本願も、うん、阿弥陀如来の、うんえー、に関わることであり、うんえー そうた他人じゃなくて阿弥陀如来のその力働き本願力にい任せるっていうことなんですよね。うん、でその最近この興味があるのがこれまあ英語もそうだし日本語でもそうなんですけど。うん 言葉の限界ってあるよねの国分耕一郎さんがという研究者が、はい、あの中道体の世界っていうあでその <laughs> 能動体でも受動体でもなく、うんえー、中道体というのが歴史的には結構重要な体として存在していて、うんうん、でもともとはその能動と中道の対立だったのが いつしか能動と受動の対立になってなんか中動体的なものが消えていってしまったとその言葉の活用的に。でえじゃあ中動体って何かっていうとうんまあ普通そのじゃあまあ今の話で言うと分かりやすいのが僕はこれ「信じる」「私は阿弥陀如来を信じる」 うん、っていう、まあ、能動体ですよも、ね、うん,でもうん中動体って、まあ、今中動体が消えてしまっているからるのしむしろ言葉にするの難しいんですけど、うん、その「私」っていうその主語そのものがその動詞が働く場になっているような、うん、そういう体であるとだから私と。 あの目的ごとしてくる阿弥陀如来がいてそれを信じるとかじゃなくてうん,うん阿弥陀の中に自分がいて<で>その行を積んでいくみたいな感じのそう阿弥陀そのものが働いている場に、うんえー、として私が今立ち現れているみたいな、うん、多分そういう感じなんですよね。動き的なところって強いのかなと思って今のお話聞いてて。うん そうです動きとか働きで、うん、その <coughs> で、まあ、今日本語がそういう風になってないんであれなんですけど、うん、でもあの例えばよくよく考えてみたらそうとしか言いようのないうーん動詞の性質性質を持った動詞があるよね。例えば気、うん、気づづくうん、うん、お前気づけよって あの例えばし修行道場で言われても「気づけよ」って言われて気づけるもんじゃなくて、うん、結局、まあ、いろいろやってるうちに気づきがやってくるようになるっていう私そのものがその気づきという、うん、あのの働きの場になっているで気づきもそうだし許しも感謝も愛も、うん、そして多分信仰も僕はそうだろうなと思ってて。そ,うそれが なんか能動体でしか語れなくなっているところにすごく限界もあるし混乱も生じているんじゃないかなっていうふうに思ってて、うん、その意味でその「じゃあ「たりき」って何ですかって言ったら、うん、よくその、まあ、念仏、うん、念仏は南無阿弥陀仏と、えー、申すことといえばそうなんですけど私が申しているんじゃないと。 阿弥陀に申させられていると言っても違うよ、ね、阿弥陀に強制的に「お前は言えよ」って言われて「はいいます」っ言ったら救ってくれるんですかって分かりました」うん、って言って言うもんでもないっていう、うん、まあそのまま口に出ているそれが仏なんだみたいなことを言うわけなんですよね。だからそう まあ北海道弁に猛刺されるっていう何とかし去るっていう言い方があってまあすごく中道体的なんですけどなんかそうそういうことなんだろうなって思っててだから多分タカさんがそのモヤモヤするとかっていうのもなんかそういうそのえその日の例えばプログラムを決めないっていうのも今日何が起こるか誰にもわからない、うん。そう うん、ところに身を投げ出すっていうんで、うん、そ,そこに起こったことそのものがこう私たちがこの場を共有している私たちがその場になっているみたいな,、うん、なんかそういうセッティングなんだろうなと思って結局あと、まあ、一番あれなのがテーマ決めてても。 それから例えば1週間後にしても2週間後にしても、うん、興味なくなくる時あるああんですすよあありま決めてたけどなと面白くないから、うん、今日これ話すねみたいな感じの時もあったりとかしてはい、はい、鏡さんらしいよねみたいな話になるんですけど <laughs> でもそれってすご,すごく重要で自分もなんだろうそれ他力かどうか分かんない話なんだけど「あの茶人」っていう言葉「茶人、はあ」に「茶人に」 あの「おもてなし」って言葉ないっすよみたいな話が言われてて、はい、なんでって話を友達に聞いたんですけどあのそれはそのおもてなしっていうふうに今のおもてなしって感覚だとなんかすごく努力をしてその人のために尽くすっていう感じあるけど、うん、昔の写真って自分調子いい時に人呼んでお茶をこう振る舞ってたわけだからなんかこう無理にこうしてお,お客さんにこう使えるって感じじゃないんだよみたいな話してて。 なんかそのまあ喋る時もそうだと思ってて、うん、最高のものを提供したかったら本当にその時自分が入ってるものしか僕喋れないと思ってるから無理やり決めててでなんかそれって嘘ついてるような気がして。そうか どんな時でも最高のおもてなしを提供しますとかちょっとだいぶ違う感じです,違うですあれはただだ使えてるだけですよね。ホススピタリティじゃなくてサービスの方ですよねだからそこが違うんじゃないかなうん、うん、まあそれはまあビジネスの世界ではそれは必要かもしれないけどこういうことで考えてた時にやっぱり最高のものをちゃんと提供したいです、まあ、と思った時はやっぱりそういう形でやった方がいいのかなって僕は思そうですね。うん、で多分あのそのの最高の あえてもてなしというならそれが成立している時っていうのはあのその亭主お茶でいうと、うん、ホスト側とあのお客さん客商客とかそういう一応はそういうね、うん、ホストゲストはあるけれども、うん、でも一緒に成り立たせているものであり<う>で多分双方にケアが。 うん、ああの働いているっていう場そのものがケアの空間になっているみたいなまさしくね今ねオンンライン座会そうななってますす、うん、一方通行じゃないですよねうん、うん、やっぱりその参加者からの反応もくるしでもそれに合わせてそれに合わせてっていうかなんかやっぱりプログラムまあ確かにタイトル決めちゃってる時もあるんだけど、うん、決める時ってやっぱりなんかこうこの目的に向かって系が多いんですよね。うん、あでもこうはいはい、はい なんかこうその場でしか味わえない臨場感って何なんだろうなんで俺これ YouTube に流さないんだろうってよく言われるんですけど、うん、YouTube 流さないのその場にいないとこの空気分かんないし、うん、こ,のこの言葉もやっぱりその,その瞬間瞬間まあみんななんとなく定義は決まってるけど、うん、でもそこでの会話での中での定義ってやっぱりここでしか作り出せないものがあると思ってて。 やっぱそういう中だとやっぱりその場にいてもらわないとそれってできないし、うん、それがやっぱりこういろんなこう混ざり合ってってそのまあもやもやある意味そこも「他力」って言ったら変かもしれないけど現在進行形なんですよそれ YouTube にしちゃうと多分みんなまあなんとなくは分かるだろうけど多分違うと思う。うんうん そこに、まあ、少なくともね関与はできないしねそう,、うん、そうですねそうだな「他力」は、まあ、本当働くものであり、うん、ライブですねそうだからあの講演会とか頼まれたきに「うん、テーマ何ですか?」って言ったら「一応言うけどさ多分ずれるよ」って、うん、つ言ってもいいんですの テーマ決めちゃうと俺面白くなくなるよって言ってその代わりまあ多分ずれるかもしれないしでも、うん、超脱線するからでもその脱線っていうのは脱線じゃないからね、うん、それは自分が今最高に面白いと思ってることを喋ってるわけだし、うん、でもそこはみんなの顔を見てもそこでやり取りはしてるわけだからだからみんなでその 何を話すかをここで、現在進行形で作り出してるわけですよっていう話ですよね。うん、いや、僕も完全に、その、もう、このラジオもそうだけど。喋、うん、る、喋ってくださいって言われた時にはもう、そのスタイルなんですけど、その話をすると。いや、しょうけいさん、まあ、すごいですねとか、なんか、こう。いや、私なんか、そこの場にね。 何にも台本もなしで出たら頭真っ白になっちゃいますよとか <laughs> まあ言われることもあるんですけどうんまあ確かにねその慣れとか、うん、そういうのもあるとは思うんですけどでもうん度胸とか自信とかともちょっと感覚が違って、うん、まあえてうん自信というならば何を信じてるかというと、うん、その 自信って、まあ、おのんおのず自らを信じるって書きます、うん、その自らをうん空っぽにした時になんか世界が埋めてくれるっていうか流れ込んでくるだ私自身が場になるっていうことですね、うん、場とか座とか、うん、何でもいいんですけど、うん、そういう器というかそ,<う>、うん、そんな。 私が何かを溜め込んで、ね、溜め込んだ私が何かを吐き出す場としてそこに立ってるわけじゃなくてすで、うんうん、にその世界に流れているこんなにいろんなものがそ,うそれをむしろ、うん、なんかそこ,そこの何でしょうね潤滑油でもないんだけどなんかそんな感覚です、ね、ま結局まあ 単なる自分たちもまあ仏教用語だけど「g だよねって世界ですよね単なる働きかけであるその状態であるわけであってんか自分でこう決めてああだこうだっていう感じではない、うん、で、そういうものも確かに重要かもしれないけどでもそれの時代ってもう終わり今はちょっとそこが終わるような時代でもあると思ってるし、うん、やっぱりなんかこう そそれこそ中道体の,、ね、あの国分さんの本何段だけ売れてるのかなっていうか読まれてるのかなってことを考えたりとかするとうん、うん、やっぱり自分の在り方ってところをもう一度考え直す時期に来てるんじゃないのかなっていうのはありますよね。そうですね、うん本当、うん 怒られるんですけどね自分らしさって言葉はちょっともう一度考えてみましょうって怒られるんですけど不快にさせ、ね、ちゃいすぎちゃうんであの言葉を責めると、うん、ただその自分らしさっていうか何なんだろうその自分って思って思って何なのっていうことをもう一度考えてみろそれってまさしく仏教だし、うん、まあそれってずっと哲学の世界ってそういうわけじゃないですか。そそそうううですねら お坊さんって、うんえー、ブッダの受け売りじゃないですか、うんね、オリジナリティなんか何も必要なくてあのただあのむしろそういうものを入れずにあのや,れやれたらいいと思うしだけどそのどんなに入れずにやろうと思っても業が <laughs> そ<う>。<laughs> こんがらほっといてもどんなに出,す出さない出すまいと思ってもオリリジナリティって出ちゃうんでだからよくある話で主張の話ってよくやるんですけど主張ってまあ同じことずっとやってて守ってく伝統的な言い方、はいうん、で歯であのみんな勘違いしちゃって、うん、自分の色気出すんですよ。 出そうとして意図的に出そうとするんだけど,ど、はいはい、本来はどんだけきっちりやってるつもりでも「癖」って出てくるんだからそれが「は」なんだよって。で D はその「あ癖出てんだ」っていうことを気づいて、うん、あそれ自分の癖もあるしでもこっちの本式のやり方も両方からも両方自由にいけるようになるんだっていう考え方なんですよね。 なんか最近はでもリーのところで自分らしさって何なんだろうっていうふうにみんな頭で考えてそれでやっちゃうから本当のリーの,、ねはい、のあたりでそ<う>あの俺はまた独立して別の歯を作るみたいにですねよく和菓子屋のあるが言ってたのが、うん、あんこの練り方も知らないやつがなんで創作和菓子いきなり最初からすぐやろうとするんだって,って、うん、怒ってたんだって。 確かに、うんうん、そうですねだから癖って勝手に出てくるもんだしっていうおっしゃってるように、うん、確かに私たちはオリジナリティないかもしれないけどでもどっかで各時代やっぱり出てくるんですよ、うん、どうしてもその業っていろんなものがこう絡み合ってるわけでいろんなものってことが絡み合ってるからそういう状態にならざるをえないっていうところで、うん、だからそこでオリジナリティ出てくるわけで。 まあそこで何か繰り返して何かをやっていくものっていうのも重要になってくるし、うん、なんか新しいものばっかりメタだなんだって飛びつく人いっぱいいるんだけどああいうのも <laughs> 何なんだろうと思う時があって、うん、あれをなんか急になんか色気出そうとしてるような気がしてて、うん、もっと、まあ、我々のね妙心理派でそれこそ甲斐さんがそのもとを見ようみたいな言葉「感覚却下」って言葉あるんですけど。うんはいはい よくあの靴直しなさいって勘違いする人いるんですけどそうじゃなくてあるからね <laughs> 勘違いしちゃうんですけどそうじゃなくって元っていうその自分っていうものってなんだってそれをちゃんと見なさいよと、うん、でも自分ってそのものなのかことなのかってどっちで捉えてんだってうことだと思うんですよね、うんうん、だからそういうところをもうちょっと気付けるようになっていく。

なんか自分やってるんですか座禅ずっとやってるんですか偉いでしょみたいな人いるんだけど、はい、いや違う違うって、はい、そこでだから「りきってものに気づかないと駄なんだ,、うん、だからその浄土の教えっていうのがだからそのやっぱりあの、まあ、鈴木大拙先生って、まあ、もちろん大谷にいたからそうなったのかもしれないけど、うん、でもああいう流れになったのは自然なことなのかなと思いますよね。そううでですねリとなんかリーに 移行していくあたりに。こう、まあ、他力的な感覚っていうんですかね。うん、そこが。まあ。うん、やってきて、初めてなんか、うんうん。完成っていう言葉も違うんですけど。うんうん、進んでいけるのかもしれません、ね。う,ね、うん。そうか、じゃあ。そうですね。これから、じゃあ、前途、浄土で。 手を結んでとか、まあ、そういうい話でもないっな <laughs> な、ね、まあでもそれぞれ一か月ってそれぞれ宗派あるし、うんえー、やっぱり学ばないとダメなところは双方から学ぶってとこ重要ですし本当そうですね、うん、だって僕だって「歎異抄」読んだことあるけどもう一個の「教行教、うん、まあ難しいからやっぱり教えてくださいってことになるああいうとこもあるしあ、ね、浄土系のお坊さんもじゃあ座禅やってるかっていうとね やったこともないのにあれは自力であるとか、うん、勝手にね、うんうん、割と言っちゃったりするような場面もあるんで、うん、全然自力じゃないのに、うん、<laughs> <laughs> 自力じゃないことを気づかせるのが座禅だと思うというんだけど、うんうん、でもやっぱりそこでごがが出ちゃうからそれはやっぱり他力みたいな考え方っていうのをやっぱりこううまく言葉で入れてみて。 もう一度体で体験してやるってその行ったり来たりが重要だと思うんですよねそうですねうんいやなんかそんなこんなでいいですね面白かったなすごくいや面白かったですよありがとうございますこんな話なかったもんね10年ぐらい知っててさそうですねなかなか機会ないですねまたやりましょうまたやりましょうはいうんあの そういう時代感もあるしそうですね,ね<え>同世代だし本当そうです <laughs> ではではありがとうございましたありがとうございましたはいさよならですさよならいつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださりありがとうございますこの番組ではもうすぐ 100人目のトークゲストをお迎えすることになりますこれまで出てくださったトークゲストお経ゲストのお坊さんたちそしてリスナーの皆さんと一緒にオンラインのパーティーを開催したいと思います参加申し込み方法は番組の公式ホームページ radio.templemorning.com またはノートマガジン 音の巡礼をご覧くださいたくさんの方のご参加をお待ちしておりますここからは音の巡礼のコーナーです全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を 日替わりでお届けします登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧くださいトークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしておりますそれでは今朝も音の巡礼へいってらっしゃい 立つ歓も。弟子、それがしつつ、しんで、処方の実相を感じるに、皆、これ如来、真実の妙相にして、人人節々。 一々不思議の巧妙にあらずということなし、これによって西へしえ先読は蝶類一狂類にたるまで、な将来肺の心を持って愛護したまえり、 春がゆえにじゅうにじちゅう。我らが神明用ごの時期。僕はもとより高層の短に肉にして。ごんげんじひのぼんしなれば誰れ替えて苦行感謝せざらんや無常の気持なおしかり。 言わんや人にして愚かなる者にはひとしお連民懸念したとえ悪手音的となって我を罵り我を苦しむることあるも。 俺をこれ菩薩恩家の大事にして無料ご来掛けを演習によって作りなせる我が身の在庫。 消滅げなつせしめたも、ほべなりと一心奇妙、懇事を健常にして深く調信を起こさば。一年登場に蓮華芸を開き、敬一仏を源じ随所に丁度を承認し、 如来の巧妙却下に剣裂戦願わくはこの心をもってあまねが一切に及ぼし我らと主生と同じく七を窓かにせうことを このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条案よりお送りしましたお経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でしたゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしておりますそれではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう